皆さんこんにちは。今日は、この赤ちゃんマンのおもちゃで遊んでみたいと思います。この赤ちゃんマンのおもちゃはこう表がねこういう風に赤ちゃんマンの可愛い顔になってるんだね。でこの横にダイヤルがついてるんだね。このダイヤルを回すと、赤ちゃんマンに何か起きるんだね。でもこっちじゃないんだね。実はじゃん、裏が時計になってるんだね。このダイヤルをちょっと回してみるね。こうやって回すとほら時計が動くんだね。ここのアンパンマンも動くし、このしかもこれ長い針だけが動くんだね。じゃあ今は、夕方の6時ですって言ったら、短い針を6のところに持ってきて、長い針を12のところに持ってくると6時だね。あ、ちょうど奥に赤ちゃんマンが出てるね。おやすみって言ってるね。そして夜の9時になるとこんな感じ。今度はドキンちゃんがちょっと見えるね。でさらに夜中の12時、もうお休みだねって、今度はメロンパンナちゃんが出てるね。でぐる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 っとこう回っていって、朝が来るとおはようってなるのかな。あ、でもお星様で寝たままだね。これは赤ちゃんマン、これからカレーパンマン、ドキンちゃんと、あ、バイキンマンもここにいるね。あと誰が出てくるのかな。メロンパンナちゃん、食パンマン、あ、ロールパンナちゃんも出てくるんだね。あー、出た出た、アンパンマン。アンパンマンはこれ何時かな、4時ぐらいかな、4時ぐらいの時間に出てくるんだね。こんな感じ。みんな楽しかったかな。時計でいろいろ遊んだりもできるよ。はい、みんなは時間を決めて遊べてるかな。ちゃんと寝るときには寝ましょうね。じゃあみんな、また他の動画も見て楽しんでね。じゃあまたね。赤ちゃんマン、みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。